当動画は2024年1月22日、ヒカキンテレビで公開された週刊誌の記事についての内容と手法に対する解説と分析を含むものです。視聴者の皆様に新たな視点を提供することを目的としています本日。 週刊誌で僕が2015年から3年間お付き合いをしていた女性に関する報道がありました。記事の内容については事実も含まれておりました。ここでヒカキンは過去の関係に関する報道に事実が含まれていたことを認めています。具体的にどの情報が正確であったかを明らかにしていません。これにより、 透明性の印象を与えつつも、実際には重要な詳細を提供していません。すでにネットで見た方もいらっしゃると思います。当時お付き合いをしていた女性との間に起こってしまったすれ違いやトラブルが記事の内容でした。主な焦点は、彼が浮気していたという疑惑に関するものであったにもかかわらず、彼はそれを、 すすれ違いいやトラブルと表現していますこれにより、より深刻な浮気の疑惑を緩和し、関係の問題を単なる誤解やトラブルのように軽減しています。直接的的な非難にに対して具体的に応答することを避け 代わりにに記事への言及に止めていますこのアプローチにより彼はビデオ内で否定的な内容を直接言及することを回避し視聴者の頭に残る可能性のあるネガティブなイメージを避けていますまずはじめに A 子さん当時の僕の至らない振る舞いで傷つけてしまい本当に申し訳ございませんでした。 自身の過ちを認め英子さんに対して謝罪していますこれは視聴者に対して反省を示し同情を引き出す試みです英子さんとの交際が始まった2015年当時はこれまでの活動を振り返った中でも特に忙しく体力的にも精神的にも大変な時期だったんですが そのような中、A 子さんは僕を支え続けてくれ、その時期を乗り越えることができたので、今でも A 子さんにはとても感謝しています。A 子さんとの関係におけるポジティブな側面、特に彼を支えてくれたことを強調しています。これにより、否定的な側面よりも良いイメージを強調することができます。今回の件について、A 子さんには非がなく、 僕の落ち度でしかありませんので、英子さんや週刊誌への誹謗中傷はお控えいただきたいと思います。そして、お仕事の関係各所の皆様、いつも応援してくださっているファンの皆様におかれましても、今回の報道についてご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。彼のの言葉選びと謝罪の頻度は、 視聴者に対して自己の誠実さと責任感を強調し批判から自分を守るための手段として有効です取材でも回答させていただいた通り約4年間英子さんとはお会いしておりませんですので先日結婚を発表した妻とは交際期間がかぶっていないということをここで申し上げさせてください 実際には A 子さんとの関係が他の女性と重なっていたかどうかについての直接的な否定ではありません。この発言は、彼が A 子さんとの関係中に他の女性と関係を持っていたという疑惑から注意をそらし、現在の妻との関係が重なっていないことを強調することにより、自身のイメージを守る戦略です。結婚早々に、当時の僕のの僕至らない行いのせい行せで、 こういった件に妻を巻き込んでしまったことを謝罪し許してもらいました。妻にまで迷惑をかけてしまい、情けない気持ちでいっぱいです。この件に関して、誠心誠意向き合っていきたいと思います。改めまして、この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。